まあ、2008年に、まあ、岩田氏からの要望で、まあ、静岡産業大学にサッカー部作ってくれっていうことで、話がありました。で、まあ、作るはいいんだけども、やはりこう女子サッカーの振興を考えると、やはり地域に根ざしたクラブということで、まあ、地域の岩田東高とかジュビロと協力してこう女子サッカーをやろうってことでがこのクラブの始まりで、まあ、いわゆる大学の部活なんではあるけども、地域の人も入れるとい こう新しいものを構想して目標として立ち上げたということ でそれが県リーグから始まって、2018年なでしこ2部にやっと来れたっていうのが今までの流れですね。そうですね、女子サッカーをやる人は珍しいという、まだそういう状況で、女の子がサッカーをやるのっていうのは、うん、私が生まれ育った清水でもそういう環境ではありましたけど、はい、まあ、もちろん知っててオファーを出したから、はい、まあ、そういう印象なんですけども、実際に、まあ、まずは人身掌握術があるという指導者と世帯で、そこが一番やっぱりこう、特に大人のチームはそこがないと チームのコントロールって難しいん であとはそのいろんなコーチとかいろんな部分をリレーションシップ能力が高くて組織的なものがまとめるってことで、まあ、そういうこともあって、イメージだったんですけども、思った通りで、まあ、あとは指導にプラスやっぱり女子サッカーの振興というのはものすごく強い思いがあって、地域に出かけて何かしたいとか、女の子のサッカー教室やりたいとかっていう情熱は、まあ、改めてそこのところは、ただなでしこでいい選手育てて試合に勝つっていうこと、半分もう半分はその女子サッカーの振興を願ってるのかなっていうのは改めてこうこの5ヶ月で感じた印象です。そうですね、年もそんなに違わないので、現役の時代も見てましたし、指導者になった時 B 級か何かを同じタイミングで取っていたりだとか、で私が、長野かな、で静さんの女子サッカー部を立ち上げた時にも2部チャレンジかなで戦ってますし、でオファーいただいた時も男性の方、男性が女性のチームのためにこれだけ一生懸命やってくれているのにオファーを断ることはすごく失礼だと思ったし、我々が女性がやらなきゃいけない女性のチームに対してこれだけ本当に情熱を持ってくださるので断る理由はまあなかったかなっていうふうに思います。クラブのビジョンは、まあ、いろんなとこで話したり書いてるってもの、やっぱこの女子サッカー、このクラブを通じてこうそれに関わる人がみんなその人生豊かにして幸せになっていくってことを願って、そのためにこう活動していくっていうのは、まあ、大きな大前提にあると思いますね、はい、本当に地域の皆さんと一緒にサッカー、もちろんジュビロがあるんですけれども、サッカーを楽しんで、ある時悲しんで、でおじいちゃんおばあちゃん子供たちがこうサッカーの会話になる、試合の話になるような、そんなこう地域を活性化する一役を変えたらいいなというふうに思ってます。まあ、監督には一度話しましたけど、まあ、三本柱でやっぱインテリジェンスっていうのがやっぱサッカーでは最優先されるっていうのが私の考えで、まあ、それがあっていろんなものが加わってくるってこと、ただインテリジェンスっていうとこうインパクト的にちょっと綺麗すぎるんで、そこにイマジネーションとかアグレッシブさとかも、でインテリジェンス、イマジネーション、アグレッシブ、この3つ でスペクタルはやっぱりおっとびっくりするような、または感動するような、違うなっていうのを作りたいと。ただ細かいことは、まあ、監督によって色が違うんでいいんですけど、そこだけは外したくないと。あとはまあいろんな思考があるんで、監督のいろんな思考がサッカーあり、それはそれでいいんですけど、まあ、そこは
外さないで、自分の色を出して、地域がお客さんが来ておっと驚くようなスペクタルなサッカーがしたいなっていうふうには思ってます。はい、まあこのクラブの理想が今の話なので、理想に近づけるためにはまずベースが必要なので、本当このチームというか選手たちに一人一人にしっかり本当にベースをね、サッカーってこういうものなのよっていうところをきっちり落とし込みたいなと思っていて、この数ヶ月それをある程度してきたつもりだったんですけど、ちょっとここ2ヶ月ぐらいで多分選手たちの頭の中がゼロに近く戻ったと思うので、もう一度そこをしっかり積み上げていって、その中で彼女たちの個性を発揮できるような試合ができればいいなと思います。我々のチームを通してサッカーの楽しさとか面白さ、そういったものをこう探って、人と人がつながったり動いたり感動したりすることを皆さんと一緒に共有したいと思っています。よろしくお願いします。なかなかこの状況の中でこうチームからのメッセージを伝える機会がなかったんですけれども、こういった形で、少しずつでもこう我々の考えていることと、見てくださる方が共有できるものが増えていったらいいなと思いますし、ぜひどこかで、ね、グラウンドで声かけていただけるタイミングが増やせるように、我々もメッセージを少しずつですけど出していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。